はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の指数の拡張 ③ をお送りします。で、これで指数3本目ですね。で、今回はちょっと複雑な問題を4問取り上げていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。でちょっとですね、喉の調子が悪いんで、咳込んだらごめんね、途中でちゃんと話せるように頑張るんですけど、聞き苦しいとこがあったら申し訳ない。でまず1番なんですが、これ全部通して若干めんどくさそうでしょ、今までの問題よりも。でポイントとしては、これ3のほにゃらら乗、3のほにゃらら乗、これ9のほにゃらら乗になってるでしょ。でそれを全部揃えるといいです。基本的にこれだったら339なんで、9のところを3に揃えると、だから全部3にしちゃう。こっちとか揃ってるからいいんだけどね、25で。それが基本スタイルというか、基本的にそう考えるといいです。で1番なんだけど、まずここだね、3の2乗の−3 乗で、この2乗と−3 乗って掛け算できるんだよね。これ前々回の動画でやってるんだけど、だから最初これ3の−6 乗になります。この部分でかける、これはそのままでいいね、3の3乗でしょ。でこの部分を3のに変えたいのね。でどう変えるかっていうと、まず9は3の2乗でしょ。でそれの−2 乗って意味なのね、これ今。でさっきと同じで、こことここは掛け算ができるから、直すとしたら割る3の−4 乗となります。いいかな。であとはこのまま勝負します、このまんまで。どうやるかっていうと、あとはルールに沿ってなんだけど、3の全部3で揃ってるからね、掛け算っていうのはこことここを足すんだったでしょ。だから−6足す3なので、割り算っていうのは引きます、ここの数字を。で−4を引くってことは結局プラスに変わるから、+4 になるの。こうやってくっつけることができるので、この部分揃えるといい。3だったら3みたいな感じでね。で−6足す3足す4、これ1ね。つまり3の1乗だから、答えは3だよって。こんだけごちゃごちゃしてんのにね、答えは3ってシンプルな形になります。では次いきましょう。2番で、さっきも言ったように、こっちは25が揃ってるのね。で確かに25って5の2乗だから、5の2乗5の2乗5の2乗で計算してってもいいんだけど、結局揃ってるので、俺だったらこのままいっちゃいます。もちろん5に直してからやってもいいんだけどね。でこれはもうさっきと同じです。もう揃ってるから、あとは25の1/4、ここね、もう分数とか気にしなくていいから、そのままやっていい。でかけるだから、まず1/3を足します。で割るだったら引いてください。不思議な感じだよね。25の1/4足す1/3−12/1乗っていうね。でここからどうするかっていうと、あとこれ計算するの、普通に通分して小学校みたいな感じでね。で34で−12/1だから、6になるかな。で6なので、つまりで6約分すると1/2乗ね。でこれは暗記しちゃってもいいんですけど、1/2乗って普通のルートです。いい、これ暗記の方がいいな、個人的には。これ中学校で使ってきた。でなぜかっていうと、これ前もちょっと話しましたけど、ここ今2と1が隠れてるの。いい、2乗根25、この2と1が1/2ってこうなるんだよね、ここに持ってくるときに。でまあ普通にこの2は書かないからルートの前消えると。でもちろん1乗も書かないから消えて、ただのルートになるんです。だからほにゃららの1/2乗はただのルートだよって覚えちゃう、これは。でルート25っていうのは5と同じだからね、これで OK という感じになります、流れとしてはね。では次いきましょう。で次は4乗根ルート9、間違った、4乗根 9×6 乗根27です。でこれもこのまんま勝負するんではなくて、まずこういう形に持ってきます。で普通に書くと、これさっきも言ったようにここ1です。だけど先に直しちゃおっか。中をさ、9って3の2乗だよね。だから4乗根3の2乗って書くことができる。かける6乗根27っていうのは3の3乗です。でこの状態から何するかっていうと、さっきのやつね、4乗根3の2乗です。4と2こうなります。いい、こうなって3の4分の2乗になる。でも4分の2約分できるから2分の1って考えます。かける、こっちも3の6分の3乗、約分すると2分の1で、こっからはさっきも言ったように2分の1乗ってルート3なんだよ。あ、ルートなんだよ、ただのね。だからルート3かけるルート33でしょ、中学校でやったように。で考えてできるんだけど、一応掛け算はここ足すことができるから、3の2分の1足す2分の1ができるよって。で3の1乗だから3だよと丁寧に書きましたが、さっき言ったようにルート 3× ルート3だから3でしょでいいです、全然ね。こういうふうに解いていきます。でラストです。3乗根マイナス 25×3 乗根ルート 125÷6 乗根ルート5です。まあ、一番めんどくさいですね、この中で。でここの一番のポイントはこいつです。これ3乗根、この前が3乗根の3とか5乗根、奇数でしょ、3乗根とか5とかね。でそういうのを奇数乗根って言います。で奇数乗根の時だけ使える技があるんだけど、これね、奇数乗根、この時ルートの中にマイナスがあったらそれ外出して大丈夫。つまりこれと同じです、こいつ。これは奇数乗根の時限定ね。まあ、出てくると奇数乗根しか出てこないんだけど。いいかな？だからこれと同じだと考えてください。で、そうするとどうなるかっていうと、これ結局、書き直していくと、まあ、マイナス出てるからマイナスでしょ？で、3乗根、25って5の2乗だから、こうなります。で、次です。かける、ここ3乗根の3、これルートルートになってますけど、ここ2が隠れてるんだよね、書いてないってことは。でこれ前やりましたけど、ここはかけることができます。つまり6乗根になる。で125、この辺も覚えようね。これ125は5の3乗です。つまり5に揃えたいのね、この問題全部で。割る6乗根ルート5となります。最後はいいね、いじらなくてね。で、こっからあとさっきと同じようにやっていく。いいね。3乗根5の2乗。3と2はこうなるから、順番的に。なので、マイナスはそのままだよ。マイナス5の3分の2乗。かける、ここもそう。5の6分の3乗。約分しちゃおうね。2分の1乗です。で、割る5の6分の1乗となります。で、下がね入らねえな、右だなでこれなんですけど、マイナスかけるプラスかけるプラス割るプラスでしょ。結局全部計算したらマイナス1個だからマイナスは出てくるよね。だからマイナス書いておくと。でこれも無視してあと3つをくっつけるの、さっきみたいに。で5のまず3分の2乗でしょ、かけるだから足します、割るだから引くと、こういう感じで、これも6に通分すると6分の4、6分の3、マイナス6分の1だから6分の6になるね。つまり1乗です。だから、そしたらごめんね、答えマイナス5となります。マイナスはそのまま生き残るし、5の1乗だからマイナス5ってね。いいかな？これは答えとちょっと見にくいかな。ちょっと待ってね。もうちょっと右にずらそうか。多分答えの部分だけ見た人にとってはうんってなるかもだから、こっちの方がちょっと微妙ですけど、まだ分かりやすいかなってな感じです。いいかなでは今回は高校数学数2の指数の拡張 ③ をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回 ④ まだ続きます。で、これよりもちょっと見た目ややこしい問題をちょっとね、取り上げていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。